はい、こんにちは、グランピーの池田です。お知らせがあります。11月の、14、15日、こちらがですね、イベントを山口県の周防大島というところでやります。土日なんですけれども、あのアウトドアイベントにちょっと出展させていただいて、で普段こう車でキャンプに来てる人に自転車もちょっとキャンプどうですかというような、内容になってますんで、お近くにお住まいの方、もしくはグランピーまで来たことがないと、でもお店にちょっと興味があるなという方はぜひ、来てみてください。で、もう一つ、11月の21、22日、これもあの土日になります。東京行きます。東京の、芝浦ハウスという、田町、あの品川駅の方面ですね。で、シグランドの、展示会、試乗会やります。でこれはあのアバブバイクストアさんと一緒に、合同でやらせていただくんですけども、アバブさんの方はスベクラックという、自転車の展示会、試乗会もやってます。で、まあ、どんな内容かというと、グループライドちょっとイベントでやったりですね、これ店員があるんですけど、あとあの内マサラというカレー屋さん、あの巷で超うまいと、噂の、カレー屋さんが、一緒に来て盛り上げていくというようなイベントになってます。で東京の方に、関東の方ですね、あのあんまり行くことがないので、ランドも実車を見てみたいと、でどんな乗り味がいいか体感したいという方はぜひください。僕も行く予定になってます。はい。ということで今回は、お知らせ以上です。今回はですね、自転車の中古車のご紹介になります。で、中古車の中でも、比較的人気が高い、何でも使える、そんな1台となってますので、そちらをですね、ご紹介いたします。では、1つ目。こちらです。よいしょ。はい。サーリーのクロスチェック50センチ、身長165センチから170センチぐらいの方におすすめのサイズです。で今回、出たこの中古車のフレームセットですねは、すごく丁寧に使われてた、オーナー様が以前乗ってました。でもちろん丁寧にというのは、家の中にこう置いてではなくて、しっかりと使われてるんですけど、クリーニングして美しく、長持ちするようにというので使われてたものになります。ですんで、ところどころですね、こう使用に伴う傷があるんですけども、あの状態はですね非常に綺麗です。あの中もパイプの中もですね、錆もなく非常に、美しい状態で、保たれたフレームセットとなってます。ただまあ長い間扱われてたので、ステッカーがですねちょっとポロッと、なってるところもあるんですけども、本体は非常に良い状態になってますので、今からクロスチェックちょっと組んでみようかなという方はぜひご検討の1台にしていただければなと思っております。で中古の、場合も、フレームペイントを、やっていただけるとまるで新品のようにですね、あの蘇るので、合わせて検討していただければなと思います。だいたいこのフレームで、乗れる状態にしてカスタムでペイントしてってなると、まあまあだいたい25万円からになる方が多いかなと思います。あの105の変速機をつけてホイールもドカンとかっこいいの入れてとなると、だいたいそれぐらいかなというところです。クロステック完成車が、16万5千円でダブルレバーという、ここにハンドルの端っこにですね変速機がついたモデルがあるんですけども、もうほとんどですね今在庫がないです。ほとんどないです。特にこの50センチというのは非常に貴重で、次入ってくるのがですね早くても3月とかですね、で 遅かったら夏以降ってなってるので、まだ、あ、なかなか今からこの年末ちょっと長期休みにっていう方はですね、これおすすめです。はい、これが、フレームセットで5万4000円となってます。サイズが50センチです。これが1台目。では2台目いきましょう。ちょっと戻します。ではですね、では2台目いきます。じゃん。はい、同じく
クロスチェック、サーリーのクロスチェックでございます。こちらはこの完成した状態で、のお届けとなります。でこれはカスタマイズで、組み上げられた、ものですね。で本体のサイズは50センチ、先ほどと一緒で160センチ後半から、まあ、170センチ前半ぐらいの方におすすめなサイズ感になります。でざっくりなんですけども、このバーエンドコントローラーですね、ここは完成車と一緒のものがついてます。で、ここでこれこれこれっと変速をすると、でブレーキが V ブレーキになるんですけども、このドロップハンドル用のレバーで V ブレーキを引くときはですね、ワイヤーのこの引きが若干ロードとマウンテンバイクだと違うので、それをこう変換するためのパーツがここにこうついてるという感じですね。ですのでもうこういうのをすっきりさせたいという方はレバーをマウンテンバイクの引き代のタイプに変えてあげるか、もしくはこのブレーキ本体をミニ V ブレーキという方に変えてあげればもっとシンプルに、することができるという感じです。タイヤは700の41、これも完成車でよくついてるタイプになりますね。どんな道でも走れるぐらいぶっといタイヤになってます。で変速機ですね、変速機は105のクランクと、変速機と、使っております。もうだいぶ走られてたようで、ここもちょっと色が剥げてますが、仕様には全然問題なく、使えるといったものです。はい、こんな感じですね。で、バーテープとサドル、これをこう茶色で、統一しています。でちょっとこの辺りはですね、使用感があるので、まあ、最初乗り始めるときに自分の好きなものに交換してあげてもいいかなと、思っております。はい、こんな感じの、そう、あとペダルはビンディングとフラットとこう一緒になったやつですね、どちらでも OK よというものです。これ KCNC ですね、のペダルがついております。はい、フレームはですね、見た感じこのステッカーはですね結構綺麗なんですね。なんで、まあ、ここはですね、お伺いするのを忘れてたんですけども、おそらく室内保管で直射日光が当たらないところで保管されてたんで、まあ、ステッカーも綺麗にこう残っているという感じです。でサビもですね各部少ないです、非常に少ない。雨にさらされてたりするとこういうネジのところが錆びてきたり、キャップのところがですね錆びてきたりするんですけど、そういうのも見当たらないので、おそらく雨が降る日は乗らないで、室内保管してるんじゃないかなというような、そういう車体になっております。これが2台目ですね、今回の中古車2台目クロスチェック、お値段が14万円となっております。ですのでちょっとだけグレードアップして中古車になって14万円なので、まあまあお買い得かなと思います。 STI とかですね、買える人はこっちの方が105を使ってるんで買いやすいので、ロードタイプを検討されてる方はそちらを検討してみてはどうでしょうか。これが2台目です。最後はですね、もうちょっとカスタマイズされた車体となります。よいしょ、クラッシュと、はい、サーリーのクロスチェックです。3台目ですね。でこれはサイズが46センチですので、まあ、160センチからまあ165、まあ、その前後の身長の方におすすめなサイズになります。でこちらはですね、長い間しっかりと使われたモデルとなってます。ですので、フレームの状態はある、まあまあ傷があります。でステッカーも、こんな感じでですね、もう剥がれてクロスチェックの、S と C がこう混ざってるような感じで、しっかりと使われた状態になってます。ただまあフレームはですね、問題なくどこも悪くなく使えるので、このまま、ペイントしてあげてもいいですし、この傷だらけのサーリーらしい、状態でそのまま乗っていただいてもいいかなと思います。でハンドル周りですね、ハンドルはSDI レバーシマノの105のシルバーカラーを使ってます。全体的にブラックとシルバーのパーツでこうモダンにかつクラシカルにというようなイメージでこうカスタムされているという感じですね。でハンドルはシムワークスのニットのハンドルがこうついてます。はい、でヘッドセットはですね、
これ今もうなかったんじゃないですかね。ラスタカラーの、クリス・キングのヘッドセットになります。緑、ゴールド、レッド、ブラックと、キャップはブラックになるという感じでございます。で、ブレーキですね。これブレーキは先ほど言ったロードの、ブレーキでレバーでも引けるミニ V ブレーキというものを装着してます。ですのでもうこのままですね引いていただいても全く問題なく、そうこう制動してくれるというものです。はい、でホイールですね。ホイールはかなり評価がいいホイールカスタムされてます。ハブがですねホワイトインダストリーズのハブ T11、T11 ですね。こちらをブラックカラーのものを装着しています。で、これに合わせてマビックのオープンプロですね、この、クリンチャータイプのリムを装着しているという形です。タイヤはシムワークスのオマージュブラックカラーですね。もうこのタイヤであればちょっとしたグラベルからちょっとした舗装路からもう全部いけちゃうよという、そんなオールマイティなタイヤになってます。で実はここのこれもポイントです。ポールのクイックレバー、これも前後ついてますんで、これだけでもですねポールのやつなかなかするので、こういう細かなところもですね、ポイントかなと、この自転車のポイントかなと思います。はい、では後ろ行きましょう。後ろレザーサドルですね、ブルックスの B17 のレザーサドルを装着してます。で、これはですねちょっとこう擦れたような跡があるので、まあ新品と一緒ぐらい綺麗かというと、まあ使用感はあるんですけども、ある程度こうレザーサドルって使われてきたぐらいの方が柔らかくて乗り心地がいいです。こんな感じですね。だいぶこうしなってくれると。はい、でブルックスの中でもナロータイプっていうちょっと細いタイプになります。ですんでよくある定番の B17 よりもパッと見ちょっと細長いように見えるんですけども、実は長さは一緒でこう幅がちょっと狭くなってるという感じですね。これオイル塗り直すとだいぶ綺麗になると思います。ツヤも出て、こういうところもですね綺麗に直ってくると思います。うん、もっとこう使い込んで濡れてってなると、この鉄病クロームの病のところにですね亀裂がバリバリバリっと入ったり、無理やり伸ばしたりすると、破れてきたりするんですけど、これはもうあくまで自転車をこう立てかけたり、乗り降りした時に色がこうどんどん落ちてきたというような状態ですので、しっかりとオイルを塗って手入れしてあげればまだまだ使える、そんなサドルですね。はい、で、下の方行きましょう。クランク、ホワイトインダストリーズのクランク使ってます。これは、VBC タイプですね。スクエアテーパーという四角い軸の BB を使ったホワイトインダストリーズのタイプ、本当に昔からある規格の、クランクセットになります。でアームがポリッシュで、チェーンリングはブラックと、で 170mm になります。で BB も実は分かりにくいんですけど、この中の BB もホワイトインダストリーズです。はい、これを使ってます。で、ちょっと特徴なのがこのチェーンリングはですね、フロントシングルで今使ってるんですけども、実はダブルでも使えるものになってます。で、ダブルでも使えるようになってるので、チェーンリングの刃先が全部統一されてます。ナローワイドタイプではなくて、統一されたタイプですので、段差に行くとちょっと落ちやすいというタイプです。なのでこれをボールのチェーンキーパーを装着してチェーンがバタついてもですね、落ちにくくなってるよというタイプです。ですので今回、カスタムされたクロスチェックを買ってダブルにしたいという時はこれを外して、ここの内側にチェーンリング1個つければダブルでこのチェーンリングも使えます。はい、で後ろも先ほどと一緒で、ハブはホワイトインダストリーズの T11 を使っております。ブラックカラーですね。もちろんこのポールのクイックレバーもついております。はい、なかなかなカスタマイズされた1台となりましたが、これが金額が25万円です。かなり身長が合えば
お買い得な1台になってますので、ぜひですねご検討いただければと思います。で中古車、の特徴としてですね1台限りという、極めて特徴的な、商品数になってます。ですので、これだと思ったらですね、まずはいと挙手していただければまあまあ、取っておくことができます。ただまあね、ご来店いただいた時にもうパッと決められる方はですね、本当に早く決めて持って帰られるので、タイミングが悪いとですね、なくなっちゃうかもしれませんが、それはですね、ご了承いただければと思います。はい、ということで今回は、最初のイベントのお知らせと、クロスチェック中古車の3台完成車が1台2台で、フレームが1台というお知らせ入荷情報のお知らせでした。では、今日はこの辺りで終わります。ありがとうございました。